しました。歴代のゲームに登場する女性キャラクターの中で特に人気の高いものをピックアップして、その魅力に迫るナムコギャルズアイランド。ナムコの歴史とともに歩んできた女性キャラクターの歴史を順を追って紹介していきましょう。まず最初はドルアーガの塔の続編イシターの復活に登場する主人公のカイです。主人公モモ、そしてそのライバルとして登場するアマゾーナをご紹介しましょう。Come on.
後に登場する女の子は主人公アムルが物語の一番最後に救い出すアリーシャ姫です。次はナムコのカルトゲームと言われたサラリーマンアクションゲーム超絶隣人ゲラゴーマン。宿敵バクダ博士の作り上げたロボットマヤ姫はそのセリフ、危ない仕草、色っぽさなど謎の多い魅力的なキャラクターとして人気を呼びました。わしがバクダ博士じゃ。ブラボー誕生。ブラボー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 。あなたの負けよ。
ただいま。ありがとうございました。ナムコのゲームの中で最も年下のキャラクターはメルヘンメイズの主人公アリスです。紹介するオーダインの人気キャラクターはみゆきちゃん。彼女は主人公ではなくアイテムショップの店員さんです。まるでハンバーガーを買うようにアイテムを買うプレイヤーにいつもスマイルで応対します。Thank you.
神話をベースにしたような、このヘリオスに登場するヒロインのアルテミス。アルテミスとは元来、月と狩猟の女神なのだそうです。Thank you.
ポロン、あなたと過ごしたピロスの丘に帰りたい。ファンタジーを彩る素敵な音楽とともに、ヴァルキューレの世界をお楽しみください。